寒いんだろ、この中で。あったまりだよ。ちょうど2日前ね、暑いと思ったらまた真冬に戻っちゃって、この U20 並みに天気も情緒不安定なんじゃねえのっていう話なんだけど、まあ今回ね、またしてもこの自慢のテスラの中で緊急に動画を回しますということで、ちょうど2日前に俺の目の前でとんでもない交通事故が起こったのを X に投稿した瞬間、それがバズりにバズって、現時点ですでに780万インプレッションを超えちゃったんだよね。いや正直ね、あの X でここまでバズったのが初めての経験だし、もともと全 SNS の通知はオフにしてるんだけど、それでもなお X を開くたびに右下の通知ボタンのところに数字が出てて、今にも全然知らないやつから、ちょお前有名人じゃんってコメントされそうで怖いよねっていう話そして今回この動画では俺の目の前で起こった事故についてさらに詳しく解説してやろうと思って、今カメラを回しちゃってるよねって話だね。ちなみに俺が投稿したドラレコの映像っていうのは、もともとテスラに標準装備でついている全方位撮影可能なカメラだよねっていう話なんだけど、ぶっちゃけ俺はこの目では映像にあるように俺の前にいた軽ミサイルが中央分離帯に激突する様子っていうのは一切見えてなかったんだよね。まあその映像を見てもらったらわかる通り、その車も俺も右折レーンにいて、それなのにもかかわらず前の軽ミサイルは完全信号無視で直進しちゃったわけだから、なんだこいつやっべえ車いるみたいな感じで、それを横目に俺は右折したわけなんだけど、その直後に思いっきりぶつかったようなめちゃくちゃでかい音が響いて、そしてその軽のフロント部分が壊れたのか一生クラクション音が鳴ってて、正直めちゃくちゃびっくりしたよね。その時俺も用事があったし、やじ馬する時間もなかったから、その場を通り過ぎて、後でテスラのドラレコをチェックしたら、まさかの左側後方のカメラに、まるでミサイルのように思いっきり中央分離帯にぶつかった様子が収録されてて、完全に衝撃を覚えてないって話だよね。ちょっと暑いな。暑い。車の中にいると暑すぎるぜ。いわゆるちょっと、狭いけどね、脱がなきゃいけない。お洋服を。よいしょ。喋ってるとなんか無駄にねカロリー消費をするからね。さ、軽くなったところで話を続きをしようか。いやでもね、幸い本当にその車だけが中央分離帯に突っ込んでて、その車の自業自得だけで終わって、本当に心底良かったよねっていう話だよね。そのぶつかった音がした時に、もうてっきりね、なんか対向車線の車にぶつかったんじゃないかとか、そんな感じを予想してたんだけど、幸い自爆だけで済んでね、他に例えば歩行者引いてたりとか、他の車とぶつかったりとかしたら、もっと大惨事だったわけじゃん。だからそこはね、まあ事故ったやつに関しては、まあ不幸中の幸いだったのかなっていう感じだし、俺自身もね、その車の真後ろだったわけだけど、これマジ前じゃなくてよかったよねっていう話だよね。だって、万が一前にいたら、多分ね、この事故の感じだと、ほぼ確で居眠り運転かなんかだと思うから、下手したら鎌掘られてた可能性も当然あるわけだし、万が一にもね、そんなことがあったら、このユーティリティ思いっきり入れずに丸出しで出ていって、このゼロ距離でね、ガン詰めしなきゃいけないわけじゃん。まあ、多分実際そんなことせずにね、もう速攻警察と保険会社に連絡してると思うんだけど。いやだからね、やっぱりこの動画を見てるてめえたちにもね、本当に注意喚起として覚えててもらいたいのは、今回の俺が投稿した動画とか、あとはね、なんかよくあるドラレコ映像のチャンネルみたいなやつにあるような、なんかとんでも事故みたいな。そういうのって常に自分の身の回りに起きうることだし、本当に気をつけてもらいたいよねっていうのは思うよね。そして、俺はね、なんか、その、もらい事故とかも、結構ね、自分が気をつけて、周りをね、見てれば、避けれると思ってて、多分ね、2年前ぐらいかな。なんか、成田空港に向かう途中の高速で、明らかに居眠り運転してた車がいたんだよ。で、俺その後ろにいたんだけど、どう見ても挙動がおかしいわけじゃん。なんかもう普通にウインカーなしで、車線もまたいでめちゃくちゃフラフラしてたわけだよ。で、俺はもうそいつ見て絶対危ないわって思ったから、何かあっても大丈夫なぐらいめちゃくちゃ車間距離を空けて減速してたわけなんだよね。そうすると案の定、30秒後ぐらいには、その横を追い越そうとした車に思いっきりタックルぶちかましてて、
で、その車ミラーが取れて、クラクションを鳴らしっぱなしにして、猛然と追いかけて、そしてそのぶつかった車が、ひたすら逃げまくるっていう、とんでもないカーチェイスを目の当たりにしたことがあったんだよね。だからそういう危険っていうのは、自分が全く悪くないにしても、未然に避けることができる事故っていうのも当然あるから、やっぱり車に乗ってる時っていうのは、180度ね、周りを見渡して、注意して運転するべきだよねって話だよね。そしてね、今回の事故に関してなんだけど、テスラのドラレコをね、改めて見てみると、どうやらね、助手席に同乗者がいるっぽいんだよね。で、その同乗者がいるにもかかわらず、なんで明らかにおかしい運転をしてることにね、気づかなかったのかっていうのを、俺なりにちょっと考えてみたんだけど、多分、思いっきり爆睡してたか、もしくはスマホに夢中で、全くもって前を見てなかったかの、どっちかとは思うんだよね。ただ普通どう考えても気づくだろうっていうのはちょっと思うよね。では多分運転手も中央分離帯にね、思いっきり後ろが浮くぐらいにぶつかってるっていうことは、多分ブレーキも全く踏まずに突っ込んでると思うから、まあほぼ確で居眠り運転だったんじゃないかなっていうふうには思うよね。でね、やっぱ今回本当にドラレコのね、映像を X にアップして意味わかんないくらいバズっちゃって、いや、改めて思ったのが、これやっぱドラレコとか事故の映像ってすごいなって思ったし、なんかそのバズった瞬間にそのドラレコチャンネルみたいな、なんか YouTube チャンネルいくつかあるんだけど、それなんか5個ぐらいのアカウントから映像を使わせてくださいと、そんなコメントが来ちゃってんだんだよね。そこでね、まあ俺がただいいですよって言ってもこっちに何のメリットもないし、のっけからダメですみたいに突っ跳ねたり、使うなら使用料くださいとか言っても金払ってまで使いたいみたいな絶対いないし、それもメリットないじゃん。だからね、なんか双方がウィンウィンになる方法を考えた結果、そのチャンネルね、なんかまあチャンネルによっては普通に登録者1万とかね、2万人ぐらいいるようなチャンネルもあったから、それだったら先に俺がその映像を使ってショート動画に自分のチャンネルにアップして、その上で引用元の URL と俺のチャンネルの URL ね、これを貼り付けることを条件に転載してもいいですよと。それ思いついた、あれ天才じゃねって話だね。だってその動画がその他のチャンネルでね、バズったとしても、その引用元がある限り俺の動画とか俺のチャンネルにも誘導できるし、先にアップしておくことで YouTube 上でのその動画の著作権者っていうのは間違いなく俺になるわけだから、例えばそのルールを無視して勝手に俺の動画を使ったとしたら、すぐ俺に通知が来て著作権違反でバンする権利も俺につくわけじゃん。だからこういう時はやっぱりね、全員がウィンウィンになるような、そういう条件を提示するっていうのが重要だなっていうのは本当に思ったよね。そしてね、これを機にちょっと思ったのが、やっぱ X とかでもね、例えば俺のアカウントとかってさ、フォローとか誰一人しないわけじゃん。自分のサブアカしかフォローしないし、そんな環境でもなお、そういうドラレコの映像とか事故の映像っていうのは、なぜかおすすめには出てくるわけなんだよね。あとはね、なんかその同じ映像を、まあ、YouTube ショート、あと、まあ、インスタのリールにも上げたわけだけど、TikTok だけなんかシャドーバンされたっぽいんだけど、両方ともね、もう普通に秒で5000再生超えちゃってたぐらい見られてるから、やっぱりね、そのドラレコ映像、事故映像っていうのは、かなりね、各 SNS で需要があるんじゃないかと。いうことで、俺もね、このチャンネルとはもう全く関係なしで、ちょっとドラレコのね、なんか映像まとめみたいな、世界各国の、うん、そういうチャンネルをちょっと作ろうかなっていうのは密かに考えちゃってるんで、面白いね。ということで、この動画を見てるてめえたちもね、もしてめえが意味わかんない事故を目の当たりにしたとか、自分が事故にあったとか、あとはね、例えばめっちゃ意味わかんない煽り運転をされたとか、香ばしいやつがドラレコに映ってしまったとか、そういうのがあれば、ぜひね、この U20 に送ってくれたまえと。そうやってね、俺は他力本願で銭を稼いでやるよねっていう話だから、ぜひご協力いただければ、意図幸いこの上なしだよねっていう話だよね。まあ、今回のね、事故を目の当たりにして、まあ俺自身もね、今後一層ね、気を引き締めて運転はしなきゃいけないなっていう風に思ったし、そして改めてね、この全方位を同時に録画できるテスラの監視カメラのシステムってめちゃくちゃ優秀だねっていうのは思ったよね。これ例えば普通のドラレコだったら、この前と後ろだけだから、それだったら多分今回そのミサイルがぶつかった様子みたいなのって録画できてなかったと思うし、やっぱテスラってそういうとこすごいなっていうのは今回改めてね思ったし、まあこれも喋ってましたね。
まあ、今後もね、やっぱりね、最近もそのテスラ1年乗った感想っていう動画を出したんだけど、その車関連の動画ってね、かなりインプレッションが強いなっていうのは改めて実感したし、今後車関連の動画もね、積極的にてめえたちにお届けしてやるよねっていう話だからね、今すぐにチャンネル登録と高評価をして、最近これしか着てない疑惑のある GU の極悪パーカーを今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画全裸しまったと思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみ。やりさてどきっかけならどうでもいいじゃん、車内流れをピックアップどうかわせるかのシャッチーバン、心は一線をピーカン、ただまとめてるのは快感、金と極みたいな恋の沈まんロッキーさん、決まるか社員乗車プロガスこそ根から業者、君の森の出屋敷到着さ、お待たせしましたジョーちゃん、真面目な君なら勉強部屋、初めの課外授業勉強でな、暮らしのスピードなら全校生が連れ出すマンションテンポを照らす、教会が頑張って想像しながら広く体験、今日こいつのやけとか言っても俺の目線は禁止、甘みが導く乱暴ラッキーさん、えどこぞラブホー、抑えられない発祥、気づく答えはイエスイエス、君は唐突にまるでアマテラス、二人唐突に体重ね合う、口が出るまでこの身を捧げます、一滴残さず君の中で出す、いきなりラップを赤で何言うてんねん、今更もう引き返されへんねん、俺もテスラも俺の U21 もなんとなくは何もねんか、いやなんかするな、とりあえず行ってから考えよう、なんなん皆さん下山からのラッキーさん、兵庫ゴールデンコースさん、鼓動を抑えてはジェットコースさんの用意ださ、答えづらこうか裏のこのラブ不買なら論外、多少遠くてもそんないエントランスまで来るエスコース、どこまでも連れてくるゲスト、部屋の鍵かけ服を脱がしたらリセ恥らうわさようなら、俺はノーアルマルでかっこいいでか、不滅目なら隠さず快感誘う、ただ下で味わい尽くす白い肌、広場じゃなくても降らせるシャワー、聞けばウェイン伸びされるがまま絞り取ってくるよまだまだ、やいさてどうきっかけならどうでもいいじゃん、車内流れをピックアップどうかわせるかのシャッチーバン、心は一線をピーカン、ただまとめてるのは快感、君と極みたいな恋今沈まんロッキーさん、君は唐突に